佐渡伝統文化と環境福祉の専門学校。名勝への近道は佐渡にある。リアルな実習が魅力。本物の社寺建築を修復再建する実習を継続できる環境は全国唯一。佐渡だからできる3つのポイント。ポイント1、専門就職率 100%。 伝統建築学科は専門業界就職率 100%、 開校以来11年連続で 100% を達成しています。データと的確な個別指導で高い就職率を実現しています。ポイント2、本物でリアルに学ぶ。本物の社寺建築を修復再建する実習は技術力を高めるだけでなく、多くの関係者や職人たちの思いを知る機会となり、感謝の気持ちを持ち理想を追い求める情熱と仲間との絆を確かめ、改めて人の役に立ち社会に必要とされる仕事であることを実感できます。佐渡一国義民殿再建工事、中沖神社鳥居根継ぎ工事、二軒社流れ作り再現制作、琴平二見神社改築工事。本物の社寺を修復再建する実習を継続できる環境は全国唯一、佐渡だけ。ポイント3、卒業後0年で2級建築士を受験可能。伝統建築学科では在学中に2級、3級建築大工技能士を取得します。3年生の伝統建築コースを卒業し、1年生の建築専科へ進学することで計4年間の在学中に2級建築士を受験することが可能です。さらに建築大工技能士の合格率は2級が 87%、 3級が 100% と高い合格率を誇っています。教育実績も豊富で全国トップクラスの技能の証である技能五輪全国大会建築大工職士の代表選手を9年連続で輩出しています。このように佐渡にはものづくりが好きなあなたの夢を叶える環境があります。より詳しい説明は個別オンラインオープンキャンパスでお聞きいただけます。佐渡伝統文化と環境福祉の専門学校、伝統建築学科伝統建築コースのご紹介。伝統建築コース3つのポイント。ポイント1、本物でリアルに学ぶ。社寺建築の修復再生工事を実施。佐渡島の自治体や企業との連携により、島内に現存する寺社仏閣など本物の伝統建築物の修復や再建工事を在学中に経験できるので現場力が養われます。ポイント2、卒業後0年で2級建築士を受験可能。佐渡は建築士受験資格認定校なので、他の専門学校と同様の資格も付与されます。伝統建築と現代建築を両立して学び、必要な資格を取得するため、就職の選択肢が広がります。ポイント3、2級、3級、建築大工技能士が取得できる。実習の量と質が違う。だから、学生では困難とされる試験も合格率が高い。国家資格、2級、3級建築大工技能士の
2020年度合格実績は2級で 87%、 3級で 100% と高い合格率を誇っています。伝統建築コースで目指せる職業をご紹介します。宮大工、大工、木造建築士、リフォームエンジニア、彫刻師、かやぶき職人、古民家リノベーター、みこし出し生地師、家具建具大工、DIY アドバイザー、一般住宅設計士、伝統建築技師としての公務員などを目指すことができます。伝統建築コースで目指せる資格には1級、2級建築士、木造建築士、1級、2級、3級建築大工技能士があります。このように伝統建築コースにはものづくりが好きなあなたの夢を叶える環境があります。佐渡伝統文化と環境福祉の専門学校、伝統建築学科、京都芸術大学編集コースのご紹介。京都芸術大学編集コース、3つのポイント。ポイント1、建築系大学では学べない知識を習得、ハイレベルの宮大工を目指せる。寺社仏閣を扱う場合、宗派による特徴や様式、ディテールの意匠など建築学の範囲を超えた幅広い知識が求められます。美大だから学べる伝統建築に必須の知識を習得し、ハイレベルの宮大工を目指せます。ポイント2、伝統の技を現代建築に融合する力が身につく。リアルな実習で習得する伝統の技と現場力に美大の学びを応用して、伝統建築の要素を現代建築に融合させ、新たな建築物を創造するなど能力の幅が広がります。ポイント3、大卒求人にも応募できる。就職の選択肢がより広がる。卒業資格、高度専門士、工業に加えて、京都芸術大学卒業資格、学士、芸術をダブル取得。大学卒業を応募条件とする求人にも応募可能となり、就職を考える際の選択肢がもっと広がります。京都芸術大学編集コースで目指せる資格には、1級、2級建築士、木造建築士、1級、2級、3級建築大工技能士があります。京都芸術大学編集コースは学びやすい学費も特徴です。4年間合計の学費は、美術系私立大学平均学費が636万1000円。京都芸術大学編集コースは482万円。4年間で154万1000円違います。専門学校と美大をダブル履修できるのに、美術系私立大学より安い学費設定を実現しました。このように京都芸術大学編集コースには、ものづくりが好きなあなたの夢を叶える環境があります。より詳しい説明は個別オンラインオープンキャンパスでお聞きいただけます。まずは LINE でお気軽にお問い合わせください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。